これが皆さん、まだ昼残ってますか、ね、最後の昼使っちゃってくださいよ。もう巻き楽しんでください。レディーエンジェントルマン、ジェントルフォレストチャンプ。
ありましたように、今日はなんとスペシャルゲスト
スお呼びいたしましょう。 Ladies and Gentlemen、 浜野健太。すごいやりきった感じ。やりきったかもしれない。やりきったね。
この曲やりきって久しぶりにやりました、ね、今日でもなんでこのさあの浜野健太が出てきたかっていうね、ここですよ。ちょっとそれ僕にもわからないですこれがあの、深いわけがあるの。なんで入れてるの、僕らほら今回コメディ下町コメディ下町ね、いや違う違う、コメディあの受賞するね、小松政夫さん、はい、ね、そうだよ、小松政夫さん、僕らはあの今年の初めに小松政夫さんと一緒に、ね、芸能生活50周年 の, あのツアーを一緒に回ってきたんで、このジェントルボイスジャズ、そうですね、そしてね、この間からですよ、小松さんの原作の、ね、植木仁志とのぼせも、これがね、実写化されましたでしょ、ね、それに浜野健太は谷啓役で出てるでしょ、あ、それでよろしくお願いします、本当にお待ちくださいありがとうございます、ね、ですからね、ここはね、もう今日は一緒にやらないと、これは嘘だろうって子供に人気がある、そうだねすごい子供に人気があるんだね今日うちの子がまさかの子供にすごい人気があるっていうのは2人であんなに分厚いですね、支えられて家族って大事だよね、何やってるの、何や、家族と家族の支え合い、ああ、支え合い支え合ってるねじゃあね、ちょっと出すから、今日はあの谷啓さんがかつてね大ヒットさせたナンバーをね、今日ここでやろうよって言って、いやー、面白そうですね、あの谷啓さんの意外と曲出してますけどね、何になりますよ、いいですか、あんた、いや違う、やめとこう、それ難しいあの愛してたむれ、愛してたむれ、愛してたむれ、ノリノリな曲をね、ノリノリやりたい、やりたいと思ってました、そう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 、これちょ皆さんもちょっとノリノリたむれ、たむれですんでね、たむれ知ってますか、それは聞けばわかると思います、はい、恐れながらちょっと谷啓さんの曲をやらせていただきます、よろしくお願いします、こういうこと
花田健太です。さあね、今日はねもう小松さんのために捧げるこのライブでございますから、皆さんもご存知かと思います。小松政夫さんといえばやはりあの曲でございますね。しらけしらけドリーそうでございます。しらけドリーオンの私どもジェントルボイスジャズバンドのアレンジでしらけドリーオンと最後にお送りいたしましょう。 Ladies and gentlemen、 しらけドリーオンとジャズ。
ミッションハマってる。ということで、最後は小松さんご本人による日焼け取り温度。はい、もうこれはもう一つのラスベガスショーみたいなもんです。本当そうですね、はい、こんなところにいたようで。随分頑張ってましたね。今余計なことしないけど良かった。今、これに全力を尽くすようになるんですね。次あの、ジェントルさんのあれは体の演奏が始まるので、体がね、体が自然的に動いてしまった、どうしても踊り狂いたいって急に直前に言い出したんですよ。踊ってました。呼びもしないのに来ちゃいました。来ちゃいましたね。鳥がですね。鳥がね。あれはあのちょうど、あれできてまだあった。たかだか40年前に、あれを。たかだかってほど、いや、たかだかって、40年は大丈夫。その鳥、そのままですよね。もう、あれって言われたら、毛が全部なくなっちゃったから。もう、そろそろ、あの、小松さん、今日は小松正夫さんへコメディ予想ということで、まあ、ジェントルフォレストジャズバンドに来ていただいて、まあ、息もちょっと上がってらっしゃるようですけれども、もうこれで終わらないんじゃないかなって。もう当然、私はね、今日これをぜひ歌いたいと。あ、なんかあるんですね。松尾さん、私ちょっとおなじみになってますんで、はい、ちょっと今すぐ演奏してくださる。いいですね。ちょっと聞きましょうか。これはね、涙の下コメ、下コメ、映画祭決めてないでしょ。決めてないですよね、小松さん。今思いつきで言ってますよね。いや、涙の下コメ映画祭。笑っちゃってるじゃないですか。引退等と。私はカウントを取って、はい、私はこう見れてるんですよ。昔はね、ジャズなのか、それとも民謡歌手になるかと思って。ああ、もちろん音楽ですもんね。そうです。で、私はね、コメディアンを目指したのは、うちの親父がね、どうしても、民謡歌手になれと言って、親父が民謡が大好きだった。で、民謡を月謝を払って先生について私習ったんですよ。もう3年ばかり。3年、うん、3年。あれは確か40年ですよね。白毛取り40年で民謡3年ですか。いや、それはこれになる前です。前ですね。子供の頃、幼少の頃。でそれが本格的だからちょっと分かりにくいんですけど、これは見事お手拍子だけですから、一曲お聞かせしましょう。ああ、じゃあちょっと、番組にお願いします。番組の方はちょっと待っていただいて。あ、待ってるんですか。あ、分かりますよ。演奏いらないです。演奏いらないです。ああ、じゃあ本格的だから分かりにくいと思いますけど、じゃあもう、それじゃあ何がいっぱいありますからね。じゃあまあ、民謡歯医者さんの歌ってのがあるんですよ。ありましたっけね。ありますじゃあお手拍子をやります。民謡歯医者さんの歌。歯どうした。この反響は最高の空間。じゃあもう一曲やります。やりましょうか。ちゃんとやりましょうか。じゃあ、専門家ならね、はい、もう一回聞きます。もう一回分かりました。じゃあ、地下鉄工事の歌。はい、地下鉄工事の歌。アホーレ。それ、民謡じゃない、あの、合いの手の方ですよね。合いの手ですよね。あの、小松さん、もう進めていいですか。待って、バンドも待って。はい、ありました。いいやつを。涙の。下込め、映画祭、引退と、それじゃあ、バンマス、久保田、よろしく。お願いいたします。よろしいですか。参ります。これこの歌知らないんだから。すごい。ここでね。
あのコントショーやれとは言ってないけど、いや、あんまりはお客さんが喜んでいたらコントこそテレビね、久保田さん、やっぱりね、やりたい曲は、はい、もちろんあのみんなが今日バンドが連戦、はい、あれが、あ、みんな練習したんですよ、日焼け止めのアップといえばだから皆さん立っていただけますか、はい、これ練習しましたよね、こういうものですから、これやったんですよ、ですか、練習したんですよ、ちょっとあれは、あれは工場があるんですか、いいですか、あ、どうぞ、はい、わお、わお、本日は民宿ぐらいの誠にありがとうございます。私、四畳半のザットエンターテイメント小松与太左衛門でございます。あれは大絶叫に応えて、ああ、この感動は一体何でありましょうか。歌わながらあなたの前に今かよかよの王者に散々と光り輝く、お待ちどうさま、伝染温度の登場だぞ。わけちんがち、わけちんがちと聞いて、ちっちんがち、なんか違いましたかね。知らなかったんですよ。みんなが覚えててくれてよかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。コンスマさんを、そしてジャンプ、そしてジャンプ。どうもありがとうございます。どうも。はい、じゃあ、はい、この中での一つですね、はい、今年の10回目のコメディ優勝の小松政夫さんの受賞式にね、はい、入らせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。私、チーフディレクターの大場ちゃんの挑戦、これです。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、まあ、毎年恒例の、はい、10回目の区切りになる、はい、授賞式ですが、まあ、ちょっとですね、いつも通り、授賞式を始める前に、はい、今回のリスペクトライブやっていただいた方、うん、全員、ちょっとまず伊藤さん、呼んであげてください。わかりました。呼びましょうか。OK!もう検証しております。イエッサー、最高です。リスペクト、リスペクト、ありがとうございます。皆さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。それではこのまま進めましょう。はい、じゃあこの通りで、どんどん進んでいきましょう。それでは改めてクロージングセレモニーを行っていきます。まずは下込めの実行委員会の会長も務められています、服部
お呼びください。呼びにくいかもしれませんけど、どうぞ、はい、表彰状第10回北町コメディ映画祭大東コメディ栄誉賞小松政夫殿、あなたはテレビ、舞台、映画を通して多くの人々に喜びを与えてくれました。特にあなたの作ったギャグの数々は私たちを大いに楽しませてくれました。日本を代表するコメディアンとして長きにわたり日本の喜劇界を牽引されてこられました。その大いなる功績を称え、ここに表彰いたします。平成29年9月18日北町コメディ映画祭委員会と実行委員会会長服部ゆくお、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちがさあ、続きまして高度中特性最高区議会議長からなんと金1分贈呈です。どうぞ。コメディ栄誉賞です。おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それではご視聴この時間でお待ちください。そして副長といたしまして全国米国販売事業調査委員長の組合より毎年恒例でお米一票分どうせわかりました。うん、お米券。お米券。お米券。いやありがとうございます。ありがとうございます。よろしく。はい、ありがとうございます。あ、どうも。はい。はい、ということでこういう風でまさか僕も司会を務めるとは思いませんでしたが、それではここで賞状をいただいた小松の親分。小松政夫さんより一言お願いいたします。それでは、どうも皆さん本当に感激いたしました。私のギャグというのはあんたはいないっていうのがありますけど、私が皆さんにあんたは偉いって言われてるみたいで本当に嬉しいもんですねと思って まさかこういう経緯がある映画祭で私ごときが選ばれたっていうのはもう何て言いますか、まあ50年もやってきましたんでそのご褒美かなと思ったらありがたく本当の経緯にある賞をいただきました。もう10年ですがこれからどん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 大きくなられるんだろうと思うと、今いただいてちょうど節目のいいところでこれは私が自慢をさせていただきます。皆さんお先にありがとうございます。ありがとうございます。いやもうミュージシャンのみんながお先にって言われちゃったからちょっと、コメディアンにならなきゃなんなくなっちゃった。素晴らしい言葉をいただいてみんなものすごく小松さんのこと好きな人たちばっかりが集まってますんで、もう本当おめでとうございます。おめでとうございます。小松の政夫さんをね大好きに集まっているわけですが、はい、うん、まあ、本来ですとねここで受賞式もねこれで大体賞終わりなんですけど、そうなんだけどね今回は、うん、あれなんとねやっぱりこの方にも来てもらわなきゃということで、うん、サプライズでいらっしゃっていただきましょう、はい、どうぞステージをお越しください。お越しいただいたのは
第6回のコメディーの受賞者伊藤史郎さんです。優勝優勝ありがとうございます。しかし、まあ、パンフレットだとね、まあ、黒い髪の毛だったので今日はおめでたい席だから白く染めてきました。もう悪いね、悪いね、MVP。 やばい、あのね、今若い人に悪いねデートリッチって言っても何だか分かんない説明すればね、ドイツの女優さんで、マレーネ・デイトリッヒという人がいるって説明してからじゃもっと面白くないんだよ。ロイヤル・ロイヤル・ロイヤル・ゼリー。さあ、ということで、それで伊藤千代さんからもですね、小松政夫さんに表彰状授与をお願いいたします。まさか、まさか。では本当にこれ本物ですか？俺何のために来たの？いや、それなんかの冗談かなと思っちゃった。俺は冗談なの？いやいや、そうじゃないけど、本物だもん。本物ですから。ああ、そうですか。いいですか？どうかちょっと長い全部出す、全部出す、活用するなしですね、今日。では参ります。はい、表彰状。目が最近第10回下町コメディ映画祭 in 台東。そんなとこ英語入れんなよ。コメディ栄誉賞、松崎正雄が。違う違う違う、本名。これは本名。どうして本名は知ってるんですか？おかしいな。いや、そういや、無理ですか。小松正雄殿、あんたは偉い。以下ゴール。昭和12年6月15日これ俺が生まれた時だ。これ本物ですか？今年は昭和で言うと92年なんだよ。ああ、俺12年生まれだから80なのね。ああ、世の中じゃ30って言うんだけど誰も祝ってくれないんだよ。ああ今日俺が本当はもらいたいぐらいだ。あんまり東京には使わないよ。平成29年9月の18日小松政夫の名優って書いてあるんだ。名優、あ、こういうのね。名、あ、名、うん、自分で言うのは嫌だな。伊藤史郎、以上。ありがとうございます。ただいま電線音やってて2番があるとは知らなかったと言ってましたけど、3番もあるんだよ。知らないの？3番はね。さあ、それでは伊藤史郎、カモン。踊らなくてもいいですから。いや、振り付けはね、裏山にって。あ、そうなの？裏山に突然 UFO が飛んできた。それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ、よいよいよ。これ知らないんだろ？出ない。上座で東方上座で西方上座で福岡県出身穴くそ部屋。やらしときゃどこまでも行くな。いや、3番もねえですよ。えらいもんですね。私はやっぱサボってましたね。そうだよ。あ、すごいサボってたよ。人に頼って。どっかの目線がどこ行った。いやいや、なんでこんなに急に白くなっちゃったの。そろそろいいですか？ちょっとね、ずっと見ていたい気持ちもありますが。ありますけどね、はい、もちろん。あの、小松さん、いかがですか、この、いや、ま、このサプライズ。大サプライズですね。まさか伊藤さん、あ、この間どうもすいませんでした。普段の話をしない。何なの、この間すいませんって。何かあった？打ち上げの時に私が遅れて行って。
挨拶したし、そんなこと皆さん知らないですよ。今表彰、表彰式ですから。あの伊藤四郎さんはもう楽屋とかもそういうのも作らないでくれと、完全なサプライズにしたいからって車の中で待っててくれたんです。駐車場、下に駐車場あるんだけど、そこに係の人がいるんだけどね、俺がいつまでも出てこないから、あの人は何者だろうって怪しまれてたんだよ。あ、早く着きすぎちゃったの。いや、こっち懐かしいしね、行きたいのよ。俺生まれ故郷だから。あ、そういうところで生まれたんだよ。ああ、なるほど。ありがとうございます。どうぞ、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 なんか言ってからやりゃいいじゃん。まあ、あの、じゃあこんなあのことで、あの表彰式終わらせていただいてもよろしいですか。そろそろ時間の時間ですから。何行かないと駐車場の係員行くから。県がね、向こうになっちゃって。まあ、あのコメディ栄誉賞を伊藤四郎さんもあのこちら私もいただいたんです。はい、4回目に差し上げました。2人の今レジェンドが立っている。すごいことですよ、10回を記念して。おめでとうございます。浅草芸能大賞っていうのをいただいてね、あ、手形があるんだよ、この公開の前に。うん、うん、うんって。いや、感想ないんですか。公安の前でどうしたんですか。さあ、終わりにしましょう。あ、せっかくもこの2大レジェンドがですね、集まっていただきましたので、ちょっと皆さんと一緒に、松本さんの撮られちゃった。撮られちゃった。喋る権利ない。ない、喋る権利ない。ひどいですね。はい、どうぞどうぞ。はい、そのマイクは貸さなくていいんですよ。これ、これ持ってください。これ伊藤さん、じゃあ1枚持っていただいてですね。じゃあちょっと、皆さんもっと、小松政夫さん、伊藤四郎さん、ちょっと寄ってください。はい、みんなギュッと寄る。はいはいはい、はい、もうちょっと前に行きましょう。で、ですね、あの、あんまないと、あ、そう、気がない。全員が入られてる。あ、はいはい、斜めにそっち、そっちに向かって。ここは全然カメラマンなんで。はいはい、どうぞ。はい、横向きで。はい、うん、もうみんな後ろ来て、後ろ来て、後ろ来て、もうギュ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 詰めて、もう前に前、前とかにもう座って、もうユウ、せっかくだから全然俺と長いから、ギュッと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 、はい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 、じゃあ、オシャルオシャルチール、あの、カンピロー、お願いします。あの、白毛鳥も来ましたよ。白毛鳥、大事大事、はい、あちら、どうぞどうぞ、はい、じゃあ、お願いします。はい、はい、はい、じゃあそれ終わったらね、横の横の次の後ろのカメラマン、赤い、赤い人、赤い人、赤い人にも、はい、赤い人、赤い方に、赤い方です、赤い方、赤い方になります。はい、で、青い方にも、青い方、青い方、青い方、どうせだから、ね、後ろしましまの方に、しましまです、しましまです、しましま、はい、しましま、はい、チェック、チェックの方です。後ろ、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 ギンガムチェック、ギンガムチェックです。ムービーもこれで、あ、こっちに、こっちに、こっちに、はい、はい、こっちです。じゃあ、黒、黒ティーの方、黒ティーの方です。もうちょっと、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 あの、伊藤さん、伊藤さん、小松さん、ちょっと前に、はい、はい、はい、じゃあ、黒ティーの方、見えてるみんな、大丈夫ですか。はい、ここですよ、黒ティーの方、はい、お願いします。はい、はい、中が黒 T、 そう、中が黒 T の人お願いします。はい、中黒 T、 なるほど、はい、で、薄ぼんやりしたチェックだったね。そう、で、薄ぼんやり黒 T がない。あ、大丈夫、あ、大丈夫、後ろの後ろの、後ろの、ちょっとこう、いや、一番向こう、あ、え、どこですか。あちら、あちら、あの、あの、あのですね、ちょっとこう、カーキティですね。そう、カーキティです。ちょっと、胸、胸が開いてる感じ、はい、じゃあ、ムービー向こうです。はい、ちょ、あ、一番端、まだ端がある、まだ端がある、エラー端から取るのね、え、こ、すごい、ちょっと落ちちゃうよ。大丈夫、もうちょっと下げて、もうちょっと下げて、え、え、
気をもう剣だけ下げてもはいはい、お米気を下げろもらったのもらったのはい、映ってますはい、ムービーなんでまたなんでまただよさっき撮ったんだよまた僕のこっち嘘だろ頭がね、実はモヒカンなんですよ受賞者だよモヒカンにしちゃったんですよ黙って言わないでください、ヒトリさんはい、もうムービー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 あれですちょっと動いていただけると松尾さん、伊藤さん、あそこの手振ってるなんで手振るのかもよくわかんないんですけど動きがないとね、自己映像見えるんだはい、どうもじゃあこれが動いてるあ、そうかこう動いてるよろしいですかはい、いいですかはい、OK 以上、フォトセッション終了ですありがとうございますありがとうございますありがとうございますそれでは最後にこれでね、まあ、毎年恒例もありますからね、はい、最後はね歌で締めてるんですけどはい、あ、閉会式、はい、ちょっと後ろによろしいですか私ちょっとやってますからね挨拶させていただきますはいそれではですね、最後にこの閉会をしますんで伊藤さんね次俺あ、俺次かあ、あのこっちの志村さんセイコさん俺はセイコさんあっちは東俺富士まずですね、すいませんね今回の、フィナーレを移りたいと思いますねまず、はい、服部区長からですはいお願いします、とこと、閉会についてご挨拶お願いしますどうも皆さんこんばんは本大会の実行委員会会長を務めております台東区長の服部ゆくおでございますいやもう終わらないかと思いました正雄さん、まあ、栄誉賞に輝きましたそしてまた伊藤翔さんもその前にコメディ栄誉賞に輝いたこの両御者がですねこの浅草公開のこの舞台に2人揃って登場するこれ初めてでございますがありがとうございます終わらなくてもいいぐらいですこれはですね、前夜祭がありましたねそして、この3日間本当に皆さん方のご協力いただいてこの第10回下町コミュニティ映画祭配当これをもって、閉幕を迎えます、今回も総合プロデューサーの伊藤聖子さんに大変ご尽力をいただきましたことを心から感謝を申し上げますありがとうございますまたこの映画祭を支えていただきましたボランティアの皆さんそしてまた協賛協力いただいた企業や地元の皆様そしてこの会場に足を運んでいただいた皆様にこの場を借りまして厚くお礼を申し上げます本当にありがとうございます服部さんありがとうございました裏がありますまだ裏がまだ終わってないんです裏があります裏がありますすいません紙の裏がありますこれからもここ台東区から映画をはじめ本区ならではの芸能や伝統文化を発信してまいりますのでご支援とご協力のほどよろしくお願いを申し上げます最後に映画祭にご参加いただいた皆様に重ねてお礼を申し上げまして挨拶をさせていただきますこれで終わります服部区長から言いました、閉会宣言、この後続きますがそれをやっていただくのはやっぱりこの10年間やっていただきました、はい我が映画祭の総合プロデューサー伊藤聖子さんですお願いしますサポーターは紹介しなくていい
この後の紹介、この後紹介、今呼んでいただいても全然かべません。まず僕はあのこの本当支えてくれてるのはサポーター80、今年は80何人かな、サポーターの一部の方は今駆けつけてくれてるんで、サポーターどうぞどうぞ。この人たちが、ね、全部やってくれてるんで、代表です。まだね、まだ手数が上限などとかありますからね、はい、一部の方、来ていただきました、うん、はい、もうこのサポーターがいなければこの方になっておりません。一番こっちのやつは高一から始めて今もう社会人になりました。映画の話ばっかりしてもうるさいガキだなと思ってましたけど、ということで、まあ、あのサポーターの方々、それから映画業界の方々、そしてコメディアンの素晴らしい先輩方、それからミュージシャン、お客さん、もういろんな方々に支えられて、下町コメディ映画祭、うまく咳してました、あ、大丈夫です。下町コメディ映画祭をずっと、まあ、続けてこの10回という素晴らしい節目を迎えることができました。まあ、今後どういう形になるかはちょっと分かりませんけれども、しかし僕はもうこれが本当集大成だったと思ってます。もう超おしゃれな、そして面白い、ステージをこうやって作っていただいた皆さんにも、そしてそれを楽しんでいただいた皆さんも、今 YouTube の向こうで見ている皆さんにも感謝したいと思います。本当にどうもありがとうございました。伊藤聖子さん、ありがとうございました。さあ、ということでこの大団円に向かいたいと思いますが、もう当然リスペクトライブでね、いつも終わりは恒例でございます。今日は何の歌で締めましょうか、伊藤聖子さん。いや、これはもう熊田さん、今もあのドラマをねやっておりますけれども、植木仁さんの曲を、まあ、やらせていただけるのがいいかなと思いまして、スーダラ節をちょっとあのみんなで歌おうかなと。あ、スーダラ節ですね。よろしいでしょうか。まあ、まあ、もちろんそんなことは。じゃあメインボーカルお願いいたします。で、皆さんもここに歌詞はバッチリ映りますんで、はい、歌っていただきたいと思います、ね、最後皆さん立ってね、じゃあみんな歌いましょうか。捧げましょう。それではラストソングになります。スーダラ節です。お願いします。伊藤さんって言うから
伊藤聖子さんかなと思ったら、そうそうそう、伊藤さんって言われると二人で返事しなかった。すいません、下で呼んでいただかないと。本当におめでとうございます。ありがとうございます。10年間ありがとうございます。電線温度で帰ってってもいいですか、ジェントルさん。今演奏してくださいますんで、その音楽の中でこう陽気に去っていくっていうのがやっぱりいいかなと思います。踊りますか？